じめまして、ケンテックス、2代目代表の橋本直樹と申します。2代目代表風力スタートということで、ちょっとこういう形で、情報発信をするのはちょっと初めてなんですけども、今まで、私はそのケンテックスの、公式ホームページの中で、製品開発室っていう、 こう新製品を開発する時のですね、開発秘話とか、こうバックストーリーなんかを、こう苦労話なんかをまとめて紹介するコンテンツで、ちょっと物を書いてたりしたんですが、やっぱり、もう商品開発自体はもう1年以上かかったりとか、もう書く量もすごいあるし、それでもなお、お届けできない情報とかっていうのがいっぱいあって、でこうもっとこう生のこうリアルな声で、もっと知りたいっていう声も、まあ、たくさんいただいていたので、こういう形でちょっと Vlog 形式で、ケンテックスの YouTube チャンネルの中で、ちょっと私の生の、声を、今後お届けしていきたいなと、思ってます。まあ、例えば野菜とかスーパーでもこう生産者の名前と写真入りで私が作りましたみたいな形でこう販売、してるのよく見るんですけど、まあ、うちもねやっぱりこう時計メーカーとして生産者の顔をしっかりですね、まあ、出して全て の商品で、まあ、今は私が企画、商品開発をして、責任持って作ってますので、まあ、そういった部分で安心して、まあ、ご購入もいただきたいですし、まあ、使っていただきたい、まあ、そういう思いもあって、まあ、これからちょっと新しい取り組みをやっていきますんで、まあ、ちょっとステーキーにはなると思うんですけど、お楽しみをいただければと思ってます。でまず、まあ、ケンテックスっていう会社ですよね、もうほとんどもう知らない、方がほとんどだと思うので、ちょっと今日は概要だけ少し説明をしたいんですけど、ケンテックスっていうのはもう分かりやすく言うと、国産の腕時計メーカーです。で腕時計ってこうファッションウォッチとか、あとは、まあ、宝飾的な時計とかいろんなこうジャンルがあるんですけど、当社の場合はそのスポーツウォッチっていうんですかね、まあ、そのスポーツシーンで使えたりとか、その特殊な、まあ、専門性のこう高いこう技術要素が入っている時計とか、結構こうそういう、 こうスペック重視の時計を結構作ってまして、で、まあ、自衛隊の、防衛省自衛隊モデルっていうものも、まあ、日本で唯一手掛けているような会社になります。で創業は、私の父、橋本健二というものがですね、この会社を創業しています。でケンテックスって名前なんですけども、これは創業者の名前、から来てます。橋本健二の、健、それと、テクノロジーのテックで、最後に、ゴロよく X が入って、最終的にこうケンテックスいうのが当社の名前の由来で、これはもう本当に、まあ、創業者の、私の父がですね、もともと時計、日本の、一番大きな時計メーカーのセイコー、第二セイコー社の、外装技術の出身だったので、まあその技術ですね、橋本健二の、まあ、技術ということで、まあ、ケンテックスっていうふうになっています。まあ、なのでもう本当名前から来てる通り、本当技術屋さんというか、そのものづくり、時計づくりメーカーとして、まあ、技術に、こだわりとか、そういう、こう、専門性の高い時計っていうのをこれまで、作ってきてます。で詳しい歴史っていうのはちょっとまた別の動画で、詳しくまたお伝えしていきたいと思いますので、またそれはちょっと、別の機会で、ご紹介できればと思います。で、まあ、私はですね、まあ、この時計業界っていうのが入ってきて、で結構いろんな会社さんからそのケンテックスってすごいこう面白い会社だねってこういい意味で言われることがすごい多いんですけど、これはね、そのケンテックスって結構
個性的で、すごい変わった会社なんですよね。自分でこうやっててもすごい思うんですけど、っていうのは、まあ、突然なんですけど、皆さん、時計のメーカー、ブランドですかね、5つ挙げてくださいって言われたら、すぐ出ますでしょうか。多分時計好きな方はね、もうすぐ出ると思うんですね。ロレックス、オメガ、パテックフィリップ、カルティエとかタグホイヤとか、もう本当舶来品の有名なブランドってね、もう本当5個だけじゃなくて、もう何十も何百もあるんですけど、次に、じゃあ国産の時計メーカー、5つ挙げてくださいって言われたときに、皆さん分かりますでしょうか。はい、まあ、まず、1つ目、セイコーさん、これはうちの、創業の、橋本健二の、出身の、日本で最大手の、時計メーカーさんですけども、次が、シチズン、はい、3つ目、カシオ、この3つはもう本当に、日本を代表する、世界的な時計メーカーさんですね。で4つ目がね、多分結構難しくなってくるんですけど、時計好きの方はもちろん、おそらくご存知かなと思いますが、オリエントですね。オリエントっていうのはオリエントスターとか、こう非常にいい名品をね、過去作ってきてる機械式の時計メーカーなんですけど、現在は、プリンターで有名なエプソンですね、エプソンのグループになってるんで、独立はしてないんですが、4つ目に、オリエントさんで、5つ目、はい、5つ目って皆さん、分かりますでしょうか。はい、これねすごい難しいんですよね。実は私もこの業界に入ってきて、その5つ目をですね、ずっと探してきたんですけど、実は、ないですよね。このいわゆるその生産とか、デザイン含めて、生産、企画、開発、製造で、アフターサービスまでやってる、いわゆるそのメーカーっていうその国産の、時計会社さんっていうのは、その大手の本当に4社を除くと、ないんですよね。でその中で、大変おこがましいんですけれども、あえて、5番目と、言うならば、おそらくケンテックスという会社が入るのかなと私は、勝手に思ってます。で、なぜならば、それは先ほど申し上げた、すべて全部こう自社で生産機能まで持って時計を作ってるっていう意味で、やっぱりうちはそれをしっかりやっているので、その大手の、セイコーさんとかシズンさんとかとはもう、会社の規模でいうと多分ね、もう3つも、4つもゼロが、違うのかなと思いますが、そんな、非常に小さな会社でも、それをやってる、そういう部分が、面白い会社だねってこう言われる、一つの大きな理由なのかなと思っています。で、商品自体も、本当全然こう大手さんがやってるのとは別路線というか、大手さんがやってないような商品をたくさん作ってます。また詳しい商品とかっていうのもちょっと別動画で、詳しくご紹介をしたいんですけど、例えば時計って時期に弱いんですけど、その時期をこう防ぐ胎児という機能を持った時計、胎児性を持った時計ですね、超胎児時計っていうのを作ったりとか、あとはトリチウムっていうんですけど、これは特殊な技術でこう発光する技術ですね。暗闇でもしっかりと時計が見えるようにする特別な技術なんですけど、そのトリチウムを使った時計を開発したりとか、あとは自衛隊の時計ですよね。これも、本当に当社が日本で唯一、手掛けさせてもらってる時計なんですけど、その全然その会社の規模はまるっきり違うんですけど、その時計っていう意味では本当にこう個性的で、他にない時計を作ってるっていうのはケンテックスなんで、そういう部分で皆さんに面白いねと言ってもらえるのかなと思います。で、この Vlog っていうのも
まあ、製品開発テストとかでこういろいろな製品バックストーリーとかをね、お伝えこうしてきて、まあ、足りないものとか、まあ、あとはその会社こう皆さんに面白いねって言ってもらってる、まあ、それをですねちゃんと、まあ、会社の中身も含めて、まあ、いろんな、ことをですねちょっと発信していければなと思ってるので、まあ、皆さん、見ていただいて、で、まあ、例えば時計に関すること、メンテナンスに関すること、まあ、使い方は何でもいいんですけど、まあ、そういうのがあれば、もうこのチャンネルの方に直接、こうご意見を、ね、いただいたりして、でそういったものも、ね、ちょっと皆さんのリクエストにお答えする形で、ちょっとお届けをできればと思ってるんで、今後とも、お楽しみにしていただいて、どんどん何かあればリクエストをいただければと思います。